麦線。麦線は、徳島県徳島市の徳島駅から、徳島県天郡海洋町の海部駅に至る、四国旅客鉄道、JR 四国の鉄道路線、地方交通線である、朝海岸鉄道、阿佐間線と共に、阿波室都市サイドラインの愛称が付けられている。徳島県東部の徳島市、小松島市、阿南市を結び、 さらに南東部の海岸沿いに走り県南部とを結ぶ。鉄道敷設法、大正十一年法律第三十七号別表第百七号により、高知県五面より、秋、徳島県日和佐を経て古省付近に、イタリル鉄道として、室戸、五面方面への延伸が計画されていたが、国鉄線としては、海部駅までの延伸で終わった。海部間の裏間は、浅海岸鉄道。 朝あせま線として1992年に開業している。優等列車として徳島駅麦駅間に特急室戸が運転されている。車両脇派185系が使用される。さらに年始には高松駅発着の薬王寺号が運転される。以前は高松駅発着で定期列車として特急渦潮が設定されていたが、 1999年3月13日のダイヤ改正以降は、高徳線と統線を直する定期流通列車の設定はない。また、2014年3月14日までは、徳島線の特急、県山も当線に直通していた。普通列車は大胸阿南駅で、運転系統が分かれており、徳島駅阿南駅間は、日中30分間隔のパターンダイヤ、阿南駅麦駅。 海府駅間は2時間に1本程度の運転となっている。高徳線板野駅、徳島線穴吹駅、鳴門線鳴門駅発着の列車も設定されている。一部の列車、麦駅、海府駅については全列車がワンマン運転を実施している。車両は徳島運転所のキハ40系、1000系、1200系、1500型が使用される。 クワノ駅以南は2010年3月13日のダイヤ改正に合わせて、ホームが 760mm から 920mm にかさ上げされ、1000系、1200系、1500系の乗り入れが開始された。2019年3月15日までは、麦駅、開封駅間は、特急、室戸も、普通列車として運行され、 その折り返しの開封初21時台の麦駅に木葉185系が使用されていた。なお、JR 四国線内で定期の普通列車に、リクライニングシート装備の車両が充当されていたのは、この麦駅、開封駅間のみであった。かつては、麦駅、浅海岸鉄道、浅東線関東浦駅間の直通列車がに、往復設定されており、JR の車両と、 朝海岸鉄道の車両が一往復ずつ使用されていたが2019年3月16日改正で廃止された。この直通運転は2008年3月15日のダイヤ改正で一時中止された後、要望が多いことから2009年12月1日より再開されていたものである。現在はすべての普通列車がすべての駅に停車する。 文化の森駅は1990年の開業時から2000年まで一部の普通列車が通過していた。2012年3月17日から2016年3月25日まで朝の麦発登り普通列車1本が阿波中島駅、西原駅、達江駅、文化の森駅を通過していた。区間別平均通過人員、輸送密度、人、日は以下の通り、 徳島、中玉は、汽船会社の阿波国共同汽船が、小松島港に発着する船との連絡船として1913年に開業させた徳島小松島間の一部である。開業当初から鉄道員が借り上げて、小松島軽便船として運営していた。なお、中田小松島間は1985年に廃止されている。 中田・花浦間は、私鉄の阿南鉄道が1916年に開業させた中田、古昌間の路線の一部である。鉄道付設法では、伊南の建設線の終点を、阿南鉄道の終点である、古昌駅付近としていたが、花浦駅から分岐して延伸されることとなった。花浦、古昌間は、 阿南鉄道国有化後も貨物線として残っていたが1961年に廃止されている。羽の浦天間は当初から国鉄線として建設された。海府駅まで開業したのは1973年である。特急列車設定時に全線で最高速度時速 110km の高速化がなされていたが、前日の1000系、1500系の投入とそのための 改良工事によって、阿南以南でも普通列車が最高速度時速 110km へと高速化さる。また、将来完成する四国横断自動車道、阿南き自動車道の高速バスに対抗すべく、地上設備の改良を一部地元負担で行い、特急列車で時速 130km 運転を行う検討も始まっている。この動きは、予算線の松山伊勢や。 土産線にも見られる。ちなみに、JR 四国の2009年度の事業に、新型特急機動車の設計に着手することが、盛り込まれている。徳島市内では、徳島文化の森付近間を高架化する計画があり、それに伴い、徳島駅北側にある、車両基地、徳島運転所、地蔵橋、中玉の徳島市南部に移転する計画がある。地蔵橋駅 阿波中島駅の交換設備を復活することが検討されている。立江派の浦間には新駅を設置する計画がある。なお、細々ではあるが、曲線区間を中心に重機上化、PC 枕木化が進んでいる。浅海岸鉄道では2020年までに DMV を導入することを決定したが、設備投資のコストの問題から DMV 運行開始後は、 麦線の運行上の終点は、阿波海南駅とし、阿波海南駅、海部駅間は、DMV のみの運行となる予定である。かは、貨物専用駅。1936年7月1日、旅客営業廃止で、貨物支線となり1961年4月1日、廃止。葉の浦駅、か古小駅、廃止区間のものを除く。 1961年以前は小松島線だった区間も含む楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。